JP-233 ディスペンサー。奥は We-177 戦術核爆弾。JP-233 はイギリスで開発された小爆弾、地雷散布ディスペンサー。冷戦期に滑走路を制圧用として開発され、湾岸戦争において実戦使用されている。1970年代に、 ワルシャワ条約機構軍の航空基地を攻撃するための広域制圧兵器として構想され、1978年より本格開発を開始している。英米の攻撃機向けに開発されたが、アメリカ軍は1980年に開発から撤退した。イギリスにおける開発は継続され、1986年より配備を開始した。 トーネード IDS が搭載するほか、シープキャットジャギは、フォーカーシドレイハリアーにも搭載構想があり、アメリカ軍では F-111 に搭載する構想であった。トーネード IDS の場合、JP-233 は胴体下部に2機を搭載する。先端と角に丸みを帯びた脳型体型の大型ディスペンサーであり、全部には HB-876。 多目的地雷215個、後部には SG-357 滑走路攻撃爆弾30個が格納されている。攻撃の際は低空進行により航空基地上空をコース越しつつ、各個爆弾、地雷を同時に散布する。なお、各個爆弾、地雷はパラシュートにより減速投下される。また攻撃終了後は爆弾収納部を投棄する仕組みである。 SG-357 は、策略が二重になっており、まず成型策略により滑走路舗装面に穴を開け、その後、通常策略により、それを拡大させる。これにより、通常よりも、大きなクレーターを形成させる。HB-876 は、滑走路補修作業を妨害するために散布される、地雷であり、大人、大物兼用である。 補修用ブルドーザーへの妨害も意図している。次元進化を有しているため、短時間での除去作業は容易ではない。JP-233 は湾岸戦争において、初戦のイラク軍航空基地攻撃に用いられた。実戦投入は湾岸戦争のみであり、約100機が使用されたが、そこにおいても、初戦の航空基地制圧が終了すると、用いられなくなった。 この航空基地攻撃において、トーネード IDS が、対空砲火により、大きな被害を受けたと言われることがあるが、実際のところは、JP-233 による、攻撃時に撃墜された機体はなかった。JP-233 は、航空基地上空を母機が、過ぎしなくてはならず、対空砲火被害の危険は避けられないため、後継ディスペンサー兵器には、 母器の安全性を重視し、スタンドオフ性を有する、大型ミサイル、滑空兵器が用いられてきている。なお、対人地雷禁止条約により HB-876 が1999年までに廃棄されると、JP-233 も廃止された。ありがとうございます。